はいどうも皆さん、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、ローソン銀行 ATM で取引ごとに毎月ポンタポイントが貯まるということで、今回はローソン銀行 ATM とポンタポイントについてですね。この動画では、ローソン銀行 ATM を使うと、ちょっとお得なサービスについてお伝えします。ここ最近はですね、キャッシュレスが進んで、なかなか ATM に行く機会がないとは思うんですけども、まあ、ローソンに行ったついでにサクッとできるお得なサービスですので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは 行ってみましょう今回お伝えさせていただくキャンペーンこちらですね。ローソン銀行 ATM スタンプカードということで、昨日ですね、発表されたキャンペーンにはなるんですけども、まあ、詳細も含めて公式ページを見ながら一緒に見ていきましょう。ローソンの ATM を使ってスタンプを貯めようということで、昨日ですね、こちら今出ているようにスタンプカードを貯めるサービスが発表されました。で詳細についてはね、ここのページの中にですね、サービス概要というところがあるので、ここをクリックすると、 ご覧のようにサービスの内容が出てきます。拡大しながらですね。見ていきましょう。ローソンに設置のローソン銀行 ATM で出勤入金によるお取引をいただきスタンプを貯めるとスタンプごとに漏れなく10ポンタポイントプラス毎月抽選で2000ポンタポイントをプレゼントというキャンペーンでございます。そうなんですよね。とりあえず何かしらの出勤入金を行えば10ポンタポイントもらえるっていうね。条件としたらめちゃくちゃ楽ですよね。なおかつプラスアルファで抽選もあるっていうのちほどね、僕の方でも実践 しますこのスタンプに関したら何回も何回もできるわけではなくて、スタンプはお一人様月1回まで貯めることができますということですので、まあ大体ね、僕のチャンネル見ていただいてる方も、おそらくほとんどの方はキャッシュレスに慣れてる方が多いと思うので、そんなに ATM を使うことって多くはないのかなと思うんですけども、月1回ぐらいであればね、使う方もいらっしゃると思うので、この取引を行えばポ,ンポイントがもらえるんで、まあ何かしらのついでとかでやればいいかなと思います。で、このローソン銀行 ATM なんです ですけども、これは必ずローソンに設置のというところが条件です。ここにも出ているように、ローソン以外の設置のローソン銀行 ATM は対象外となりますので、あくまでもローソン店舗内にあるローソン銀行 ATM と、でこの取引に関してなんですけども、振込とか各種紹介、まあいわゆるその残高紹介とかそういったものに関しては対象外となりますということでございます。でプラスアルファで現金チャージとか各種海外送金、そして海外発行のカード、上記に記載のない金融機関は対象外ですということです。 ま、あ一応ね、このこちらっていうところをクリックすると、以下の金融機関の取引が対象ですっていう、ま、アギョでやればクリックするとご覧のような、ま、地方銀行とかも含まれてますね。あとは動画で紹介したことあるのであれば、このペイペイ銀行とかですね。なので他のね、ご自身が使ってる銀行が入ってるかどうかっていうのをちゃんとクリックして確認をぜひしてみてください。ちなみにですね、このスタンプのため方なんですけども、後ほど実践するんですが、ローソン銀行 ATM にて取引終了後に発行されるクーポンを取得すると、そのクーポンの中に問い合わせ 問い合わせ番号というのがあるのでそれで応募が可能ですいわゆる取引明細みたいなものですねそこに記載されてますその後に専用のフォームがあるのでまずはご自身のアカウントを登録するとその後にクーポンの画像をアップロードするか問い合わせ番号を入力して登録すると後ほどねお見せするんですけども問い合わせ番号はご覧のように取引明細利用明細のこんなところに問い合わせ番号って出てますんでこれを入力すれば OK ですでポンタポイントの加算期間なんですけども毎月末までに申し込んだ方は翌月末までにポンタポイントが 加算されるとといいうことでございますあ、付与されてるるなななみたいい感じでで確認できるかなと思います、まあ、ちなみにですね、今回はローソン銀行 ATM での出金とか入金が条件とはなるんですけども、やっぱり気になってくるのは手数料なんですよね。まあ、僕がね、動画で紹介したことある、まあ、対象の銀行をね、一部紹介したいと思うんですけども、例えば、まずはこの au 自分銀行ですね。まあ、結構ね、au 自分銀行とローソン銀行 ATM の相性もまあ良くて、お得な ATM 手数料ということで、まあ、 自分銀行 ATM とか、ローソン銀行 ATM とか、ま、いろいろ出てはいるんですけども、今回のこのローソン銀行 ATM ですね。このローソン銀行 ATM の入金に対しての手数料は、一応110円税込みということなんですけども、自分プラス1は月1回無料ということでございます。まあ、基本的には、au 自分銀行持ってる方は、この自分プラス1からスタートする、いわゆるそのランクみたいなものなんですけども、 何も使ってない方でも、おそらく大体の方は自分プラス1だと思うので、とりあえず月1回入金は手数料無料で行うことができるので、例えばなんですけども、手元にもし現金があった場合、au の自分銀行に入金をすると。で、その後に aupay にチャージをして、そこから aupay のコード決済で使うっていう方法で、まあ、それでも結構ね、消化としたらかなりしやすいのかなと思います。しかもね、今回に関したら、いくらいくら使わないといけないという条件は特にないので、入金する額ももちろん1000円からとかで、 でもいいと思いますしまあ1万円とかまあご自身がね好きな金額から基本的に1000円からしか入金ができないと思うんでまあそれぐらいであればね簡単に取引ができるのかなと思いますですけどまあ出金に関したら110円の手数料が自分プラス1の方に関しては110円の手数料かかりますので気をつけてくださいでもう一つ手数料といえばやっぱりこれですよね PayPay ペイペイ銀行ですよねここが本当にね以前もお伝えしたように ATM の手数料がすごいお得なんですけどもまずここにも出ているように定型 ATM の利用手数料は 毎月最初の1回は入金も出金もなんと0円なんですよね。ここがね、やっぱり PayPay ペペ銀行のすごい強いところなんですよね。で、ご覧のようにですね、まあ、セブン銀行 ATM も,もちろんなんですけども、このローソン銀行 ATM も提携 ATM として含まれていますので、まあ、入金も出金もどちらか行えば0円で取引ができます。 なので、このローソン銀行 ATM を使ってペ、PayPay ペ銀行にまず入金をすると、その後に PayPay ペペにチャージをして使うとか、まあそういった方法でもいいかなと思います。まあ使い方は人それぞれありますので、ご自身の一番好きな方法で、手数料0円でね、使うのが一番ベストかなと思います。ではですね、僕も実際にトライしてきましたので、参考にしていただければと思います。今回はね、スマートフォンの画面から見ていただければと思うんですけども、まずは専用のページを開いていただいて、すぐに行えるわけではなくて、まずはご自身のアカウントを登録する必要があります。なので、このページの下の の方に初めての方はこちらとありまして一番下にメールアドレスをね入力するところがありますのでここでご自身のメールアドレスを入力していただくとご覧のようなまあ、メールが届きますでその中にリンク URL がありますのでここをタップしていただくとまあ、登録のフォームみたいなのが出てきますのでパスワードパスワードそして認証番号これはショートメールで届きますのでそれを入力していただくとあと性別生年月日で住まいとかまあそういったちょっとしたアンケートみたいなそういったところを入力していただ 入力にね間違いなければ上記の内容で登録するというところをタップしてください。そしたらですねこれで登録ありがとうございますと出てきますので次にトップページに移ります。でトップページに移りましたらこのページからですね下に下がっていただくとご自身のポンタ ID ポンタ会員 ID と連携をしていただく必要がありますのでここでポンタ会員 ID を連携するをですねタップしていただくとまあ、こんな感じにポンタウェブ会員情報を連携すると出てきますので見ていただいたう で連携するをタップしていただいたらこれでポンタと,と連携が完了しまして今回のねスタンプの画面に切り替わります現在のスタンプ数ということで1から12まであるんですけども今現在僕はねまだ取引を行ってませんのでゼロの状態でございますでそこからね早速 ATM に行ってきましてま取引何でも良かったので僕が持ってるね銀行のキャッシュカード取引0円で行いまして現金をね出す用事があったので2万円と入力して確認と特に今回はね金額の指定はないのでいくらでも1000円とかでも大丈夫 で、2万円という風に出金を行ったので、ご覧のように名細には2万円という風に出てます。で、今回使うのはこのピンクの線のところですね。ここを今回使います。ここに先ほどお伝えした番号が出ております。 まあ全然関係ないんですけども、ローソンに行ったついでにこの釜焼きポテトっていうのを買ったんですけども、まあ、簡単に言うと、デカめのスイートポテトだったんですが、かなりね、絶妙な甘さでめちゃくちゃ美味しかったんですけども、税込み540円という結構高額な商品でございました。気を取り直して早速このスタンプカードの手続きなんですけども、先ほどのページからですね、画面を下に下がっていただくと、こんな風に問い合わせ番号を使いますよっていうところが出てくるんですが、さらに下に下がっていただいたら画像をアップロードするか、もしくは問い合わせ番号を手動 手動で入力する方法っていうのが出てきますその手動で入力する方法がこの画像を読み込めない方はこちらという風なところをタップするとこんな感じで問い合わせ番号を入力するところが出てきます僕は今回ねこの番号を入力した方が結構楽だなと思ったんで明細に載ってた問い合わせ番号の20桁を入力して上記の内容で登録するをタップしますそしたらですね問い合わせ番号が間違いないかっていう風に出てきますので間違いなければこの内容で送信するっていう風に赤くなっているところをタップしますそしたらですねこれで登録ありがとう ございますクーポン問い合わせ番号の登録を完了しましたと出ればバッチリです問題なければトップへ戻るをタップすると先ほどねゼだったスタンプが赤いスタンプ ATM という風に入りましてゴールのスタンプも入っておりますね現在のスタンプ数1、使えるスタンプ数1、クーポン登録数1回ということでこれがまあ毎月1個ずつね取引すれば増えていくということでございますでさらにですね先ほどのポンタポイントなんですけども早速ですね特典申し込むこともできるみたいですまあ十ポンタポイントもらえるプラス抽選で二千 ポンタポイントということで早速ねちょっと申し込んでみたいと思いますので申し込むをタップしてそしたら特典に申し込みますよろしいですかと出てきますので OK をタップするとそしたらここでですねガチャガチャがなんかいきなり出てきましてじゃんということで外れてましたまたの申し込みをお待ちしておりますということでいきなりちょっと抽選が始まったのでびっくりしたんですけども画面上にはご覧のように出ておりますお申し込みありがとうございました下記のポイントを後日プレゼントいたしますということでとりあえず最低の10ポンタポイントだけもらえたということでございます おそらくね、先ほどの、このガチャガチャが動いてる時点で、まあ2000ポンタポイントの抽選に参加されたということでしたので、まあ、とりあえずね、誰でも10ポンタポイント、取引を行えば10ポンタポイントがもらえますんで、やり方としたらめちゃくちゃ簡単ですので、ぜひトライしてみてください。ちなみになんですけども、今回ですね、ポンタポイントがかなりちょっと気合を入れておりまして、少し先の話にはなるんですけども、ポンタカード公式アプリ、ありがとう1000万ダウンロード感謝祭というキャンペーンがですね、少し先に開催されるので、ちょっとさ りだけで,ですね、あのお伝えできればと思うんですけども今回1,2,3種類のキャンペーンが開催されるみたいですまず1番目なんですが新規ログインキャンペーンということでエントリーした方初めての方限定にはなるんですけどもここにも出てるようにポンタカードの公式アプリに初めてログインするだけでなんと100ポンタポイントがもらえますこれ9月1日から始まってますんでとりあえずこれに関しては今すぐにでも始めれるっぽいですねで、次2つ目なんですけども感謝祭スピードくじということでなんとこれハズレなしでいける みたいでハズレなしで毎日当たる最大50万ポンタポイントプレゼントということでこちらのキャンペーンですね9月の10日から始まりますなので、まあ、ちょっと先にはなるんですけどもアプリを起動してくじを引くみたいなのでちょっとね実際にちょっと始まってみないとわからないとこではあるんですけどもこれはなんか1日1回できるみたいで9月10日から30日まで約20日間ですねで商品当選数ということでご覧の通りなのでとりあえず1ポンタポイントあたりはまあ誰でももらえそうな感じはしますよねあとこれに関し したらね、9月10日のキャンンペーンがちょっと楽しみでございますでそして3つ目なんですけども、ポンタカード提示キャンペーンということで、こちらも9月10日から始まります。お買い物でポンタカードを提示するだけで、漏れなくポンタポイントプレゼントということで、 まあ、とりあえず、ポンタのね、定型店舗で出せば、1ポンタポイントもらえるので、ポイントカード提示忘れないようにしてくださいということですね。なのでね、もしキャンペーンに参加される方はですね、こちらも概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ見ていただければと思います。それでは先ほどお伝えした、ローソン銀行 ATM とスタンプカードのキャンペーンのまとめなんですけども、特典の内容として、ローソン銀行 ATM を利用することによって、スタンプが貯まってポンタポイントが付与されると。付与されるポイントに関したら、スタンプごとにポンタポイントが10ポイントもらえる。プラス、毎月抽選で2000ポイントが当たるということでございます。 なのでね、10ポントポイントを誰でもらえるんで、とりあえず取引をね、サクッと行えば OK です。で条件なんですけども、ローソン店内のローソン銀行 ATM で出勤もしくは入金による取引ということでございます。で、上限としてスタンプは1人月に1回までということでですので、まあ何かしらね、現金を出すタイミングとか入金するタイミングとか、そのタイミングで全然いいと思います。で、対象外の項目として大きく3つあるんですけども、ローソン以外の設置のローソン ATM で取引とか、あと振込とかの各紹介、残高紹介とか対象外です。あと 現金金のののチャーージととととか送金海岸発行のカードここうういいいったものは対象外ということでございま,すまあ、そんなこんなで今回は、ローソン銀行エ t テを使ったらポンタポイントが貯まりますよということについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。今回のこのサービスに関したら、特に期限とかが決まってないので、スタンプがフルで貯まるまでは、おそらくキャンペーンはあり続けるのかなと思います。まあ、たったね、現金を出すとか、現金を入金するだけで <laughs>、スタンプが貯まるので、これに関したらね、かなり気軽に参加できるのかなというふうに思っております。 で、今回お伝えさせていただいたローソン銀行 ATM のスタンプカードが貯まるキャンペーンのリンク、プラス、ポンタカードのキャンペーンについても概要欄に貼っておきますんで、詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとう まあ先ほどのね、ローソンにちょっと関連してくるんですけども、スマートニュースでもちょっとお得なキャンペーンやっておりまして、これね、ニュースアプリのスマートニュースってものにはなるんですけども、そのスマートニュースをインストールしたらお得なキャンペーンということで、この上のタブのところでクーポンというのがあるんですけども、そこをタップしたらですね、ご覧のようなクーポンのページが出てきます。結構ね、いろんなクーポンがあってお得なクーポンもあったりするんですけども、今回のキャンペーンこちらなんですが、お友達紹介キャンペーンということで、紹介したお友達がスマートニュースをダウンロードすると、あなたも 無無料料ククーーーーーポポンンがががが必ずもももらららええるるとととうううこここでででなんとロロソのうちカフェプレミアムロールケーキ税込150円これがねきます、まあ、おそらくね、このチャンネル見ていただいている方であれば、スマートニュース入れている方結構いらっしゃるかと思うんですけども、今回のタイミングでそろそろスマートニュース入れてみようかなっていう方いらっしゃれば、まあ、僕のね、招待コードこちらでございますので、まだね、インストールされてない方いらっしゃったらですね、ここにね、招待コード入れていただければ、クーポンゲットタップすれば、クーポンもらうことができます。で、このスマートニュースの招待コードプラス、 インストールリンクも概要欄貼っておきますのでまあそろそろねスマートニュース入れてみようかなという方がいらっしゃればぜひこちらもチェックしていただければなと思いますということでありがとうございました